やっほー、こんばんは。ホテルナウです。神、かわいいペンライト、ありがとう。そう、東京にいます。結婚してありがとう。日帰りじゃないの？うん、明日もあるので、はい、本日はホテル泊でございます。東京あったかい。え、寒くないですか？寒い。アイドルズ？あ、そう、アイドルズ。アイドルズが、はい、始動いたします。ので、皆さん、お楽しみに。再始動、そうですね。そうそう。ドラマ、そうなんですよ。どんな風になるのでしょうか。まだちょっと私もまだあんまりどうなるかわからないんですけど。ワクワクです。まあ、ありがとう。服？今日ワンピース着てる。ありがとう。キラちゃん、そう、キラちゃんはついこの間二十歳になって、そうなんですよ。今日はおめでとうしました。なんか久しぶりに会ったんですけど、人見知りしませんでした。大丈夫でした。私なんかこう時間が空いたらまた戻るんですよ。その分人見知りに出会った頃に後戻りするんですけど。リセットされかけるんですよ。いや、ありがとう。なんですけど大丈夫でした。キラちゃんだから、いや、それはあるね。ありますね、本当に。ナッピーさん、ナッピーさんはちょっと今日会えてないんですけど、そう、でも4人の空間私結構好きなんですよ。そうなんで、楽しみですね。あ、私一ありがとう。キラキラ
どうもありがとう。うん、めっちゃいい空気感ですよ。なんかあの笑い絶えません。居心地いい。なんかあの8月に舞台があったんですけど、その舞台を乗り越えた仲間って感じで、なんかやっぱなんですかね、その同じ時間を共にしてきたので、なんか乗り越えた仲間。ハートありがとう。キラキラもありがとうございます。絆、うん、マジで絆。コンセプトは前回のステージと一緒なの？いやいやいやー、わかりませんね。なんか、ちょっと、まだ、秘密で、そうですね。ちょっとどこまで言っていいかわかんないですけど。言えること少なそう。まあそうですよ。私もちょっと、まだなので。ありがとう。再始動いつ知ったの？あの舞台の時かな。これから春先にかけて徐々にいろいろとありますので、皆さんお楽しみに。舞台の時に決まってた？なんかあの舞台の当日に、あの舞台でもう終わりなんだって思ってたら、なんか大人の人たちがじゃあ次は日程こうですねって話してるのが聞こえてきた。おーってでその後あるんだよってのを知りました。耳を地獄耳、うん、天国耳です。でもね、そう終わったぐらいで、あれかな、あのお話聞いたかな、舞台終わったぐらいで。ダンボ、ここありがとう。ネガマイキュー確かにネガティブだったよね。私本当にネガティブだったよね。今思えば本当にネガティブで反省です。ちょっとなんか
大丈夫。タワーいただいた、ありがとう。誰だ、ミッキーさんだ、ありがとう。大好き大好きタワー、ありがとう、ありがとう。ありがとう、クマタワー。でもマジでね、達成感でいっぱいやったっけ、本当になんか、うん、楽しみですよ。タワーの例をちょっとあれなんですけど、また広島で帰った時にさせていただきたいと思います。よいしょ。めっちゃ良かった、嬉しい、もうありがとう、ありがとう。これ涙涙涙、神ありがとう。最近カラオケしてない、いやね、喘息になってからカラオケしてなかったんですけど、最近徐々にね、あれだよ、またやってるよ、良くなってきて、なんで今度またやります。オリコン1位おめでとう。え、そうなんですよ、なんかなんか記事になってたんですけど、10枚目シングルが発売して2ヶ月後に1位になったっていう、なんかね、そうなんですよ、ありがとうございます。このタイミング、そうなんですよ、ありがとうございます。オリコンデイリーランキング、最近 STU 好きになったんですけど、おすすめの曲はありますか。初見さん、ありがとうございます。むず、なんかさ、おすすめの曲むずいな、むずいですね、いっぱいいい曲あるからな。全部です、全部なんですけどね、むずいな、なんだろうな、1個とか決めれんな。最新曲、今は君は何を後悔するのかが最新曲です、10枚目。笑顔のチャンス、あ、もうこれかな、じゃあ9枚目シングルのカップリング曲の笑顔のチャンス、笑顔のチャンスという曲、マジでいい曲、鼻だれ、鼻だれね。でもね、そう、なんかリリーベとかで鼻だれとか入ってたりすると、こうなんか来てくださった人とかがやっぱ鼻だれをで知って STU をで来たよって人が
多かったりして、で鼻だれ見たかったんですよって言ってもらうこと結構あったりするんですよ。だから嬉しいです。そう、鼻だれ見たかったんで実際に見えて嬉しいみたいな。そう、58分、終わっちゃうよ。もうお風呂が入るのが って感じですけど頑張ります。ちょっと誕生日プリリンさん、マサさん、トールさん、アルフォートさん、ボンちゃんさん、福太郎さん、ミッキーさん、クマネパパさん、キナペコさん、ゆずきちさん、山ちゃんさん、ふっちゃんさん、おっさんのサムさん、ありがとうございます。お風呂レッツゴー、お風呂ありがとう。おやすみなさい。また明日です。おやすみ。